どうもミニマリスト渋です。今日はですね、物が捨てられないというか言い訳しがちな3つの NG ワードを紹介したいと思います。で、僕自身ミニマリストになってからよく人の物を片付けたり手伝いをする機会が増えたんですね。で、よく見てみると物が捨てられない人たちってみんな共通点があるんですよ。で、みんなある決まった言い訳をして捨てられないってパターンが多いんですね。で、今回は3パターンに分けて言い訳を紹介していきたいと思います。で、1つはですね、もったいないから捨てられない。これめちゃくちゃ多いですね。捨てるのが怖いとか、いつか使うんじゃないか、だから捨てるのがもったいないから捨てられないって人が多いんですけど、まあ、僕が思うのはむしろ捨てないことの方がもったいないよねと。だって使わないものを保管するってことは、その分だけ保管するスペースが奪われてるってことですよね。例えば僕の家はこれ4畳半で12平米の家なんですけど、家賃が2万円なんですね。で、家賃2万円を12平米で割ったら、僕1平米あたり1660円払ってることになるんですね。ということは、例えばじゃあ使わない消耗品やストックのために1平米使ってたとしたら、使わないもののために毎月1660円払ってる計算になるんですよ。まあ、それだけ物を所有するってことはコストにつながるので、もったいないからといって使わないのはむしろもったいないということなんですね。次、2つ目は売れるからです。で、物を捨てるときって、まあ、もちろんゴミに出すのもいいんですけど、やっぱりどうせだったら売って物を手放したいじゃないですか。最近だったらメルカリとかヤフオクでも簡単に売れちゃうから、売って手放そうって人がめちゃくちゃ多いんです。で、これいいことなんですけど、一番最初、物が多い状態、初心者の人が物を売ろうからといってで、それを保管しちゃうと結局売るのが面倒くさくなって捨てない、で物が残ったままって人めちゃくちゃ多いんですよ。で、物を売るって結構手間かかりません？フリマアプリで売るとしたら、物の写真を撮って商品詳細書いてやり取りして梱包して発送するって、これめちゃくちゃ時間と労力かかるんですよ。実は簡単なように見えて実は結構手間がかかるから、売ろうと思って撮ってるけど結局捨てないって人めちゃくちゃ増えるんです。だからもう最初、物が多い状態の時はもう急ぎよく売るという選択肢を除外してもう全部捨てちゃっていいです。本当はもったいないし、どうせだったら売ってお金にした方が得になるなと思うんですけど、結局みんなやらないから物が溜まっちゃってるんですよ。だからもう最初はもったいないけど潔くバサッと捨てちゃうのがおすすめです。で、もしどうしても売りたいんだったら、5000円以上だったら残す、それ以外は全部捨てるみたいな基準を設けてたらいいですね。もう一つおすすめなのは、もうメルカリとかヤフオクを使わずに全部リサイクルショップに持っていくことです。もう買取金額を気にせずにとりあえず全部持っていく。もう捨てるのはもったいないし、まあ、ゴミを捨てるのも処分にお金かかりますから、だったらリサイクルショップに持っていくっていうのもおすすめです。もうこの時に決めておくのは、いくら物を査定に出して金額0円とか思っていたより安くても、もう潔く売っちゃうことです。もうお金を稼ぐためじゃなくて、手放すためにリサイクルショップに行くみたいな考えで行ってください。次、これが最後ですね。3つ目は、人に譲れるから捨てないですね。で、これ僕の読者さんにいたんですけど、子供服が捨てられない読者さんがいたんですね。で、理由を聞いてみたら、いつか身の回りの人、親族や友達に譲れるかもと思って取ってるみたいな。で、子供服ってそれこそ最初の1歳、2歳、3歳の時ってすごい成長の幅が著しいので、サイズがすごい変わるわけですよ。だから子供服って増えがちなんですけど、それでたくさん服が溜まっちゃって捨てるのがもったいないっていう状態になるんですけど、そう、結局これ子供服に限った話ではないんですけど、誰かにあげるってありがた迷惑になることめちゃくちゃ多いんですよ。やっぱ今って物が余ってる時代だから、子供服ってそんなに、まあ、それこそリサイクルショップとか行けば安く買えるし、人それぞれ自分の趣味嗜好があるから、まあできるだけ自分で選びたいじゃないですか。本当に欲しいものって自分で買うんですよね。まあ、だからこそ基本的にはもう人にあげるっていうことは考えなくていいです。で、例えば周りの友達からいきなりこれ何々くんに似合うと思って残しといたんだ、いるって言われても困るじゃないですか。まあ、たまに本当に欲しいものがあれば嬉しいですけど、なかなかそういい感じで物がマッチングする機会ってないんですよね。まあ、メルカリとかインターネットで探せば本当に欲しい人同士で譲り合いができるんですけど、自分の周り、家族とか友達とか狭い範囲で本当に欲しいもの同士が譲れるかって言われたら、まあなかなかないですよね。だいたいありがた迷惑で。
もらってもいらないっていうパターンがめちゃくちゃ多いので、もう人に譲るってことは考えずに捨てちゃいましょう。はい、これで以上ですね。一つ目はもったいないから捨てられない、二つ目は売れるから、三つ目は人に譲れるからです。この三つの NG ワードが思い浮かんだら気にせずもう潔く捨てちゃいましょう。これで動画は以上になります。この動画が良かったよという人はチャンネル登録と高評価ボタンをよろしくお願いします。それでは。